はい、どうも、ジュウです。ニュースーパーマリオブラザーズ、パート10やっていきましょう。さあ、前回の続きからですね。さあ、今回もワールド4進めていきたいと思います。さあ、今回はワールド4の5からですね。これはなんだ、ボム兵がいますけど。これ爆発じゃないと壊れないのか。オッケー。わ、待って。無限湧きするね。こんなの俺は本当は嫌だけど。待て、そしてトゲゾウもおんのかい。いやいや、そんなのいきなり当たられても困るって俺には。待て、この上は？あ、何の意味もなかった。あ、やばい。オッケー。待てよ。あ、待て。2個目があった。待て、大丈夫か、ここ。こう来て。あー、やばい。オッケー。待てよ。あ、勝手に。待てよ。これはどうやっていけばいいんだ？いけ、あ。オッケー、壊れた。ネスタ画面。まあ、とりあえずこうするでしょ。オッケー。オッケー、これでスターコインゲット。これで3枚ゲットですね。よーし。じゃあ、戻っていきまして、いった。よーし。ということで、じゃあ、ゴールしていきましょう。ゴールー。地味にワープじゃない。はい。ということで、まずはワールド4の5クリアですね。よし、じゃあ次行きましょう。ワールド4の6。ここは、あー、またドッシーね。これヒップドロップするとこれ早く移動するんで。あれ、大丈夫だったか？けけ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 け、待って、上画面にあるじゃんか。だったらこっち優先するに決まっておる。これは、あ、ただの10コインブロック。あ、ここで行き止まり。いや、待って、違うな。オッケー。はい、ここで中間。あ。よし。待って、ここどっか入れたりしないかな。いや、多分しないと思う。いった。待って、このスイッチは？あ、待って。いや、そんなの無理に決まっておるだろう。いった！いや。そんなこと言われたって俺には何のこともできませんけど。まあ、とりあえず。まあ、とりあえずゆっくり行くか。オッケー。危ねえ。待てよ、これは？あ、待て、あ、
いや、違うな。もう、幅が狭すぎるって。もう、何度もそこら辺をやらせないでくれ。もう、わかったから。待てよ、これ押すタイミングを見計らって、オッケー。こういうことだ。え？ねえこれ。オッケー、3枚目だ。もうびっくりしたじゃん。一瞬隠しゴールかと思ったわ。オッケー。ということで、じゃあ、ゴールしていきましょう。ゴール！はい。ということで、クリアー。オッケー。よし、じゃあ、ここら辺全部開けていきましょう。まあ、途中で後で忘れていたりしたら、あれなんで。はい。じゃあ、ここも開放。よーし。はい、じゃあ行きましょうか。ワード4の城。さて、これはなんだ？待て。落ち着け。待て、ファイヤーは今ストックしてるから別に意味はない。オッケー、1枚目ゲット。いて。ねえ、どうすんだ、降りてくる。いや、降りてくるじゃねえ、落ちてくるだ。待てよ、これは？いや、何も意味ないと思ったら、OK、スターゲット。待て。あ、待って。このスター、罠じゃん。待って、これ、少し離れたらドス復活するとかない？待てよ、一応希望はあるんだが。はい、こう来て。あ、復活しないね。じゃあ、途中でやられる必要がありよう、ありそうだ。あ、じゃあもうここでやられよう。もうやられるしかないんだよ、俺にとっては。オッケー、でも、なんとなく、理解はしている。オッケー、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 オッケー。もう今度はね、あのスターは当たりません。何があっても絶対だ。まずは1枚目を取ってから、二枚目を取りに行く。こう、こう、こう、こう。でも、あそこを叩くとなんでスターが出るんだろうか。はい。うわぁ、これ、一個ずつ壊れていく形式か。確かね、マリオメーカーでは、一つずつ壊れ、まあ普通の状態だと、まあレンガブロックしか壊せないけど、まあでっかい状態だと、でかいのも、硬いブロックも壊せるんでね。あとよ、これは、急いでこうする。はい、なんとか中間。あ、ワンアップ。オッケー、なんとか3枚ゲット。よし、じゃああとはボスのところに向かうだけ。待てよ。ちょっと待って。ちょっと待って、言うとるやんけ。あ、やべ。オッケー。
もう3枚取ってるから大丈夫だよ。よし、じゃあ行きましょう。今回のボスはなんだ？あれ？クリボーが。おお！びっくりしたんですけど。いけ。ああ。オッケー、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 オッケー。倒しました。このハテナスイッチは何だったんだ？はい。ということで、ワールド4クリアー。はい、ワールド5にやってきました。じゃあ、ここ進んでいきましょう。よし、じゃあ、ワールド5ですね。行きましょう。ワールド5の1。なんだ？うわ！おー、なんだ？あ。待て。待て、あ、やばい。あ、これ沈む形式ね。で、ちなみに敵には反応はないと。あ、待って、これよく見たら少しだけ雪積もってるじゃん。あ。待てよ。あれ、これなんだ？あれ、このハテナブロックから、いけそう。こう来て、オッケー。こういうことだ。待てよ、オッケー。ここで中間ゲット。待て、こう来て、オッケー。これこそが適応力。それと平常心。オッケー、3枚ゲット。よし、あとはゴールするだけ。いけ、ああ。あ、これダメージは受けないのか？オッケー、じゃあゴールー。はい。ということで、なんとかクリアしました。よし、じゃあ次。はい。じゃあ、ここ行きましょう。ワールド5の2。ワールド5の2か。待って、待って、さっきマップ画面に土管があったから、多分あそこ、多分このコース、隠しゴールがあるな。なんとなくわかるね。ああ。あれ？ここは？あ、ワン。オッケー。これスーパー以上であれば大丈夫だったらしい。ああ。いやいや、落ちたら何の元も子もねえな。まあいいっすけどさ。まあこれでファイアボールをゲットできれば、まあ、別に、あれなんだけど。待って、トゲメットがすごいね。もうなんでそこでダメージ受けるかな？オッケー。見て。オッケー、ワープゲット。待て。おい。お、待って、そして2枚目発見してしまった。こうか。おい。オッケー、なんとか中間。あれ？これ3枚目やん、よく見たら。あれ？あれ？ 2 枚目。どっかに取り逃してるのか？ここにさっき1枚目があって。あ、じゃあこれ土管の中にあんの？え、じゃあどっかに入れる場所がある？
待って。あれ？いった。あれ？あ、入れた。なんだよ、そんなとこわかるわけないじゃん。うわ。待って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 、山口くんがいた。ちょっと待って、山口くん？おーい。オッケー。もうお前に用はありません。あ、やばい。ガサゴソがやってきたね。待て。こういうのは一旦ファイヤーでこら閉めておく。はい、通り過ぎましたね。あ、隠しブロックがあったぞ。待て。ちょっと待て。待て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 。お、なんか土管入れたぞ。こう来て、あれ？隠しゴールだ！やったー！隠しゴールを見つけてしまった。まあとりあえず3枚のスターコインも手に入れたので、あとはゴールするだけですね。じゃあ今度は通常ゴールを目指します。よーし、なんとか中間からですね。あ、待って、キノコなくなっちゃったけど大丈夫これ。オッケー、トゲネットを倒したでしたら、今度は待てよ、ここキノコ入ってないか。入ってた。オッケー。はい、そしてガサゴソが通り過ぎていく。待て、待てよ。あ、痛い。オッケー、でも行った。こう来て。オッケー、ということで、ゴールだー。ワープのやつ、死にやすいんだいか。よーし。はい。ということで、じゃあ、今回はこの辺で終わりたいと思います。よーし、じゃあ、次回ですね。じゃあ次回とりあえずここから向かうか。はい。じゃあ次回はここのコース、ワールドコの A からやっていきたいと思います。ということで、チャンネル登録、高評価、サブチャン、Twitter、TikTok のフォローもよろしくお願いします。それでは、さよなら。